親孝行って何って考える。でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃、たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なものを頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使って言ったあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる。俺はまだまだチキンライスでいいや。貧乏って何って考える。へこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかった、あの頃。昔話を語り出すと決まって、貧乏自慢ですかという顔するやつ。でもあれだけ貧乏だったんだ。せめて自慢ぐらいさせてくれ。最後は笑いに変えるから、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる。俺はまだまだチキンライスでいいや。今なら何だって注文できる。親の顔色を気にしてチキンライス。頼むことなんて今はしなくてもいい。好きなもの何でも頼めるさ。酸っぱい湯気が立ち込める向こう、見えた笑顔が今も忘れられない。今日はクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、でかいケーキ持ってこい。でもまあ全部食べきれるサイズのな。赤坂プリンス抑えとけ。スイートとまでは言わないが、七面鳥持ってこい。これが七面鳥か思ってたよりでかいな。やっぱり俺はチキンライスがいいや。はい、こんばんは。今日はチキンライスを歌いましたね。今日まさにクリスマスなんでね。今日日曜で、いや、京都町屋で行ったり来たりだけで、ね。じゃあ今日もね、ひょこっとお汁の一杯、配信しましょうかな。汁下がりの一杯ね。昨日本当はね、全然できなかったからね。今度はテントは忘れないようにしようね。もう受け取るもん受け取ったから安心だね。受け取るもん。いつも仕事中、昼間は平日受け取れないからね。家で休みのシーンなんだよね。だから、処理もできたしよかったね。今日この後もまた夜勤に帰ろうね。YouTube でライブ配信。2022年12月25日か、日曜日クリスマス。クリスマスね、すごいね、日本に馴染んでるんだ、クリスマスはね。はい、こんにちは。どうもね。はい。
じゃあ日曜日ですね。だからね、休みなんで。な、飲みましょうか。汁下がりの一杯。早速飲もうか。早速飲もう。飲み物持ってこうか。今日の一杯。ハイボールとブドウ割り、ハイボールブドウ割り飲んじゃいます。ブドウ割り、ブドウ割り飲みます。ブドウ割り500、はい、白下がりの一杯。さっきね、あ、いつものビシャリで食ってきたラーメン、前のあそこね、ビシャリ、あ、乾杯。どうもピンクさん、どうもね。今日日曜日なのでね、一杯。いつものハイボール。じゃあブドウ割りたつかな。じゃあビシャリで、ね、食ってきた味噌ラーメン、うまかった。あ、好きだな、ビシャリ。うん、あ、いつも言ってくれ、ああいう太麺が好きなんだよな。太麺。ニンニクマシマシ、うまいね、あれね。ニンニクマシマシ、油マシマシで、うまかった。870円で。うん、近いといいな。雪から歩いて1分くらいだからね、あそこね。あら、いいや、ほんと、近くて。ラーメンはさ、もうないのに近くね。また、遠方までわざわざ行かない。今、ラーメンだけでさ、今、ラーメン、ね、一箱何年も、ま、もう、前からだけど、今、ラーメンでさ、ラーメンだけ一箱歩きってさ、わざわざ遠方のラーメン屋に行く人いるけど、僕、ああいうのは、わけわかんない。どうかと思うね。近くだから食べに行く感じ、僕、わざわざ。わざわざ、そのラーメンを食べに、電車乗ったりさ、何十分も何百かけてとか、とかそういうのはちょっとね、そこまではしたくない。歩いてすぐだから食べに行く感じ。あ、どうも。おっぱいの、こんにちはね。今日はね、ハイボール、ぶどう割り飲んでます。ラーメンなんて手軽だ。大体1000円以内で食えるさ、手軽な食べ物だからさ。わざわざ時間かけて食いに行こうとは思わない。ラーメン食べてビシャリに行って。ねえ、わざそうよね。近くだからな、歩いて1分ぐらいだから。でもね、昼下がりの一杯。で、赤札堂とか、赤札堂は嬉しいな、ほんと。この辺の店じゃ赤札堂が一番この、宝の焼酎ハイボール扱いがいいよ、ほんと、あそこの店。うん、一番置いてるもん、あそこ、ね。どうもありがとうね。うん、一番いい。あとは、26、27、28、29で、年末年始休みで。今はね、あれ、青春ジャーチップはさ、自販機で買えるからね、楽でいいね。あれ、発売当初はさ、あれ、ね、まあ今、券売機に1万円以上使えるからね、発売当初は30年以上前か。あの頃はね、まだ1万円使えなかった、確かね。あんま使えなかったね、券売機でね、高額はね。今使えるからさ、券売機の買えるからいいな、あれ。うん、券売機、1万250円だっけ。50円か、250、そんなもんかな、250。それでいいね。1万なん、ちょっと、まあ1万円で前半ね。あれ買って四国に向かうぞ。うん、楽しみだな。うん、タープテントね。タープで、テント化して。一回タープ、あれ簡単、意外とね、もう僕は結局、僕知らなかったから、一番知ってる人はね、うん、一人で電車とどこでね、キャンプ行く人はね、今だったらね、DD タープとかそれ以外のタープでもいいからさ、あれで手軽でいいよね。いろいろ動画見ればわかると思うね。結局、テントなんてさ、布を拭く、あ、ね、中、ね、中入れるような空間を作ればそれでテントなんだからね。うん。お水みたい。うん。僕はハイボール。それで飲むと安い。
イボールか。今年はこのね、今までハンドル安かったからね。うん。値上げのハンドルは大きいよな。まあ、値上げしたても言っても他の飲み物も上がってっからさ、この宝以外にもさ、ね、上がってっから別に他のものと比べれば別に高くはないんだけどね。ね、以前の値段安かったからね、その反動だよな。以前ね。この上がってんの、他のものも上がってっからさ、ね、他のものも。ワイマックス何回っていいな、ワイマックス。移動できるしさ。ワイマックスはさ、ホームルタタイプあるよね。あれ。ホストバンクエアみたいにさ、据え置きマークで。あれはいいや。2箇所で使いたいからね。2箇所で使いたいから。あれ、持ち歩けるタイプで。あれ、意外といい。でも、回線を2つ必要だよね、あれね。配信しちゃうとさ、他の、やっぱすぐ、あ、不安定か、今。場所がな。すぐ繋ぐと思うけど。死ぬも、あ、治ったね。うん。今、ワイマックスやってます。うん。楽しみだな。そう、寝落ちしないようにしないじゃね。寝落ちしないように。楽しみだな。来週はテントワーク行くぞ。テントワーク行くぞ。来週こそは。来週こそはテントワーク。テントで気持ちいいもんな。一回奥多摩とかの、僕奥多摩小屋でテントワーク散々してっからさ、別に。冬場の洗濯、そんな大丈夫よ、僕。奥多摩小屋の、あの、12月、1月の気温と比べればね、大抵そこより寒くないからさ。ね、そうよ。大丈夫。今はないでしょ、奥多摩小屋。あそこ理想的だったのにな。いろいろ計測するとさ、テント部だけ復活するような言って書いてるし、まだ全然変わってないもんね。なんかテント場として最高なんだよね。幅広くて。雲取り山荘は狭いんだよ、あそこ。テント場。ああ、あそこかな。でもしょうがないね。あと、反応ガーラもそうだ、あれ。反応ガーラもさ、テントできないんだ、あそこはな。バーベキューで日帰りができるけどさ、テント部泊まりできないし、巾着団もそうだ。ね、今思うとね、もう巾着で初めて行ったのはね、だから、雲取り行く前だもん。2015年ですね、あの頃よく行ってた。2015年頃。反応ガーラもそうだ、2015年頃。奥多摩小屋行くようになって、結構回数減ったんだよな、あれ。なるほどな。今思うと、あの頃はさ、今ほどキャンプブームじゃない、でも、あの頃僕にとってはね、それだけキャンプブームだったんだな。2015年、16年頃もね。うん。今、もう撮ってた。でも今から見るとね、まだまだこれからだったんだね。今、これからはわかんだけどね。2015年頃。うん、でもまだ10年経ってないから。ああ、不安定だけどしょうがないね、今。すごい不安定だ。ああ、うん、待ってね、ああ来週はキャンプ場だからさ、すごい改善が不安定かな。まあ、しょうがない。Wi-Fi だからね。来週は天気ね、来週はね。今週はね、西日本は天気悪いけどね。まあ、この1週間、多少良くなると思うんだ。この1週間で。もうねえや。もうねえじゃねえか。あっという間だ。
おつまみはな、今んとこね。何、うん、あ、いいね、酔ってきたね、もう酔ってきた。うん、でももう一本持っとこうかな、もう一本。もう一本持ってくる。日本のやつ、ね、うん、まだね、もう1に回ってんもんね、はあ、プリン体ゼロだから安心だね、甘味料ゼロ、プリン体ゼロ安心だね。いい飲みだ。はい、乾杯。ああ、いい感じだ。じゃあ一曲歌おうか。今日はクリスマスなんで、この歌。今日はクリスマスなんで、この一曲歌いますね。クリスマスってことで。牧原のりゆきさんのチキンライス、行こうか。親孝行って何って考える。でもそれを考えようとすることがもう、親孝行なのかもしれない。子供の頃、たまに家族で外食。いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なもの、頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、巻きはにぎやかお祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる。俺はまだまだチキンライスでいいや。貧乏って何って考える、へこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たしかなかったあの頃、昔話を語り出すと決まって貧乏自慢ですかという顔をするやつ、でもあれだけ貧乏だったんだ、せめて自慢ぐらいさせてくれ、最後は笑いに変えるから、今の子供に嫌がられるかな。今日はクリスマス、街はにぎやかお祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる、俺はまだまだチキンライスでいいや、今なら何だって注文できる、親の顔色を気にしてチキンライス、頼むことなんて今はしなくてもいい、好きなものを何でも頼めるさ、酸っぱい湯気が炊き込める向こう、見えた笑顔が今も忘れられない、今日はクリスマス、街はにぎやかお祭り騒ぎ、でかいケーキ持ってこい、でもまあ全部食べきれるサイズのな、赤坂プリンス押さえとけ、スイートとまでは言わないが、七面鳥持ってこい、これが七面鳥か思ってたよりでかいな、やっぱり俺はチキンライスがいいや。はい、チキンライスでした。どうも、こんにちは、ね、どうもね、こんにちは。うん、うん、この場はね、ケーキは買ってないですね。次には鶏肉買ってきた、鶏投げたやつ。ごめん、今日はね、鳥投げたの買ってきたよ。鳥投げたの。スーパー、スーパー、ソーダ売り場で。
取り投げたの助かってきた。スーパーサラダ売ります。1枚120円か。安いよな、これな。うん。うん。と、リスね、リスだ。うん。あれ、スーパーの総菜料安いよ。これ1枚120円だもんな。うん。うまい。ヤミさんでもね、クリントリース。女の子のお股に栗を突っ込みたくなっちゃう。いいな、女の子のまたいいよね。夢があるね。なんだ夢だか。そう、夢で僕だって、女の子のまた夢だよ、あれ。現実は全くいいんじゃないから。頭の中、おまたのことでいっぱいだよ。うん。聞こえないですか？最近した方がいいかな、うん。どうもね、はい。音声は入ってると大丈夫よ、うん。うん。回線具合悪くてごめんなさいね。うん、どうも。うまいね、揚げね、歯ごたえがね。これ120円か。うん。うわ。足が悪いな、しょうがないね。な、治った。治ってるな。あ、なるほどね、うん。はい、乾杯。
あ、まあ、マーフィーさんどうもね。マーフィーしない、ごめんね、大丈夫よ。うん、うん、どう。ね、乾杯。まあ、酔ってきたね、だいぶね。まあ、あ、いい気持ちだ。今は2時20分前か。2時20分。ブロックしないよ、大丈夫よ。まあ、甘いよ、どうもね。どうも、まどかちゃん、どうもね。いませんよ、弟はいないよ。大勢も行ってみたいね、大勢。大勢も行ってみたい、大勢。大勢も行ってみたいなと思って。記事はよく見てんだ、こうやって。行きたいなと、大勢。大勢は交通費がね、奥多摩よりかかるんだよな、大勢。大勢も行ってみたいよ、僕。こうやってね、記事見るだけでも好きなんだ、こうやって。こういうとこなんだなって。おで一回見てみたい、おで。おでで洗濯か、いいな。行ってみたいな、おでね。空気だったらさ、どこでも洗濯できるんだよね、結局。明るくなったら撤収すればいいんだもんな。いろいろテント張ってさ、大人数でいれば目立っちゃうけどさ、一人だってどこでもテントもできるんだよ、結局。ああ、地図見ると飽きないね、見てるとね。あっという間だもんね、こうやって見てるとさ、細かいからさ、見てるとほんとあっという間に行っちゃった。うん。いいね。切れてます、うん。もうそろそろ割るね、うん。ブツブツ言ってっか。はい、もう、これ最後だ。不安定だな。この辺から来たのはさ、東部から行ってさ、なんだっけ、
東部の衛星から行っていく会津高原鉄道だから、あれから行くのが近いんだよね、こっちの方面はね、田代山の方が福島側が近いんだよね、東部からだったらね。一般的にはさ、鉄道だったらあれ沼津なんだ、沼津ね、確か沼津からバスなんだよな。あと新幹線なら上毛高原ね、上毛高原が。でも沼津の方が放送多いんだよ。若さの女性はどう思わないよ、うん、若さどう思わない、だって失ったからしょうがない、どうも思いません、うん、若さを失った女性はどう思わない、うん、うわ、ね、若い子はみんな可愛い、うん、みんな可愛いよ若い子。でも今はね、僕はね、僕ぐらいの年になるとさ、 NHK の朝の連続テレビ小説はね、ヒロインのね、女の子よりもね、お母さん役が可愛いなと思うんだよ、ね、今回のもそうだ、あれね、あれ舞い上がれもそうだね、あれ。主人公の舞ちゃんよりもね、お母さん役のあれ、めぐみさん、あの子かわいいね、あれ、お母さん役ね。あれ、今回もさ、前のお母さん役のさ、めぐみって役の子、かわいい。うん。たぶん僕より若いと思うよ、見た感じね。あのお母さん役ね、わかんないけど。俳優さん、名前がね、あの子かわいい。僕くらいの年になるとそうなんだよ、あれ。朝ドラはさ、主人公の女の子よりもさ、お母さん役が結構かわいいなと思うんだよね。かわいいな、あの子も。うん、まあ、めぐみって、ね、かわいいよね、あるね。うん、かわいいな、あの子。でも、昼休みに見てる再放送やつね、職場でね。お母さん役、かわいいな、あれ、めぐみ。お母さん役もかわいいよね、あれね。めぐみっていう名前の俳優さん、多分僕より若いと思うよ、あの子ね。もう僕50だからさ、見た感じ若いやん、また40代ぐらいじゃない、ね、分かんない、なってみないとなんだか分かんない、先のこと分かんないね。広瀬アリスちゃんもさ、40ぐらいで自殺するかもしれないしね、わかんない、先のことね。かわいい、ほんと。あれ、お母さんがかわいい、ほんとあれ。あら、かわいい。お母さん役って言っても僕より若いんだもんな、ね、きっと。そりゃかわいいよ、ほんと。そう、舞い上がり。お母さん役かわいいね、あの子ね。めぐみっていう役名の子。かわいい。うん、ね、反対か。わかんない、僕の言うと名前、僕わかんないんだ、俳優さんの名前って、うん、年上なんだね、そんな年食ってんだね。でも、でも可愛いね、52歳のあれ。うわ、すごいね。ほんと？お疲れ様、そうね。でも、うん、しょうがない。でも、あれはあれで人生を全うしたと思うよ、僕は。ね。人間はいつか死ぬんだからね。可愛い、ほんとね。あれ50人本当かどうか分かんないぞ、見た感じ。
あんな可愛い子がさ、50人なんて。50人でもあんな可愛いのかね。あんな可愛い、でもああいうタレントさん全然わかんないで交渉してんの。交渉が50人かもしんないけど、実際はね、わかるかもしんない、意外と。そうか、それも疑った方がいいぞ、あれ。50人、そう、僕はそう思うぞ、あれ。だから交渉でしょ、公に。そう、実際は若いんだけど、あえてそう言ってるかもしんない。僕は多分疑っちゃう、あれね。どうかな、うん。可愛いよね、あれね。いろんな、そう。わかんない。いろいろあるもんね。タレントさんっていろんな呼び方すると思うんで。わかんない。でも可愛いね、あの子ね。僕の年上だったの、あれ。そうなっちゃうもんね。わかんないもんね。ほんと可愛いよね、あの人、お母さん役ね。可愛い。ほんと可愛いよ、あれ、ほんと。下手したらさ、主人公よりも可愛いよ、あれ。ありがとうね、うん。いやー、でも、うん、僕はそうは言えない。やばい、くにこちゃんは、くにこちゃんとして置いとこう。まあ、まあ、年上って言ったらそんな差はないもんあれ、50になったら2歳しか変わらないもんな、ほぼ同世代ってことだよね。ほぼ同世代ね、うん、かわいいな女の子は。行ってみたいな、ほんと大勢も、ほんと行ってみたい大勢、大勢行ってみたいね、大勢。僕に問題は交通費なんだよね、交通費。交通費を払えるけど。まあ、払えるんだけどね。うん、払う分がさ、でかいからさ、躊躇しちゃうんだよ、お金出すとき。ねえ、うん。どうでしょうね。でも、しょうがないでしょうね。実際日本が占領した技術なんだからさ、いつまでって言わないとそういう関係だと思うよ。日本はずっと、日本はいつまでも世代し続けるのはそれはしょうがない。日本がやったことを思えばさ。でもそれをなくすにはさ、統一なんだよ。朝鮮半島と日本の統一。同じ国になっちゃうことがいいんだ、同じ国。僕はそう思う。そう。同じ国になっちゃうもう謝罪も何もないと思うんだ、あれ。朝鮮半島と日本が統一しちゃえばさ。またそっちに行っちゃった。でもそれはそれ間違いないもん、ほんと。世界的に見てもさ、朝鮮半島も日本もさ、狭いからさ、統一してさ、ね、そう思わないか、あれ。世界的には統一して仲良くなったから、欧米には絶対有利だと思うんだよな。うん、もちろん、朝鮮半島だけだよ。中国の東北部、昔の満州。あれも含めてさ、統一日本っていうのかな。統一すれば。
慣れないんだよ。慣れたら、最初だよね、慣れたらね。慣れないから難しいんだよな。当時できないもんかね、ほんとね。昔日本がやった、昔の大東亜共栄圏、中国の東北部ね、昔の満州、と朝鮮半島、日本一つの国になってさ、違いすぎるって考えも主観の問題だと思うんだよな。視点からはそんな変わらないんだよ。まあでも、まあ大きい国になっちゃえばね、アメリカ国内にもいろいろ問題あるよ。そういう問題はあるけどね。まあそういう問題として含めればさ、うん、今の中国、朝鮮、日本の違いをさ、アメリカ国内にあるような違いとしてよ。控えて。難しそう、うん。文化も違う、そう。アメリカはそれも含めてやってんだよ。だからアメリカもさ、実際そういった、アメリカ合衆国内で問題あるもんね。そういう形に、あれ、日本と半島もそうなればなと僕は思うんだよ。うんね。まあ理想だけどさ、僕の理想はそうですね。昔の大東亜共栄圏ですね。あの例の実現。ね、アジア共和国、ね、一緒になるようになって、それはいろいろも、今のアメリカ合衆国国内でもさ、多民族がいろいろ問題あるよ。その程度の問題としてさ、一つの国になればな。お求めしない。今はさ、今の段階で韓国人とかはさ、在日にしてっからさ、見た目わかんないしさ、調べないとさ、いるかもしれない、実際はね。うん。朝鮮人でもさ、実際、在日になっちゃって、お求めし日本人っぽくやってればわかんないからね、いるかもしれないけど、それちょっとわかんないよね。うん。この感覚と一緒なんだろうな、アメリカ国内における人種差別って。僕はそう思う。うん。だからアメリカの人種差別の問題を考えるときはさ、日本と朝鮮を考えるといいと僕は思う。ね、それで今日一つの国になってからさ、ね、一つの国でしょ、あれ。アメリカはいろいろ問題あってもさ、台を取ってんだね。台を取って。大きい方。アメリカ合衆国とまとまりながらも国内にはさ、禁止感されるだろうもんね。うん、理想を言ったらそうだよな。うん、入ってもいいと思う。今自体日本列島でもね、僕はね、本州と九州じゃ近い感じるもん。本州っていうか、そうね、本州でもいいけど、本州、そうでもそう思うよ。今現在でもさ、九州とさ、こっち、首都圏じゃさ、だいぶ違い感じるもんね。そう思えば。ほんと九州のあのやつらってさ、半島に近い感じがするもんな、文化的には。まあ、しょうがない、近くても。地理的に近いもんな、九州の方がさ。でも一応九州は日本列島ってことで、日本の国だってもんな。どうもありがとうね。うん。じゃあ今日はこの辺で、今日の汁の飲み動画はこの辺で終わるね。飲み配信はね。また今夜ね、終わるね。ありがとうね。ではまた、今夜ね。言い出した気がないからさ。いきなりぷっつりだけどな。この辺で終わる。ではまた。終わります。またね。今夜ね。今夜はね、7時ぐらい。ね、7時ぐらいからね。ではまた終わります。